はい、はじめまして、8月に、原宿でイルというお店をオープンした、代表の坂井元樹と言います。よろしくお願いします。同じく西村亮です。お願いします。あの頃の、まあ、フリーランスの時ですかね。そう、ちょうど2年前かですね。2年前、夜遅くに店が全部閉まってて、原宿でちょっとご飯行こうってなって閉まってて、俺どこだったら空いてるよみたいになって、上の、あ、そっかそっかそっか、そうだった、ね、そうだった、カフェバーみたいなとこで、はいはい、で俺飲めないんすよみたいな感じで言ってて、ああ行ったのに1時間ぐらい喋ったのかな。僕はフリーランスちょっと原宿でやりたいって言ってて、彼が、やってたんで、まあ、情報としてなんか西村になんか初めましてなのにどこがいいんですかねみたいな、そう、集客ってどうしてるんですかみたいな話をした覚えがありますね。でまあいろいろ情報もらって、なんだろうね、 なんでそっから、本当になんかこうやってさ、美容師さんに普通に SNS で会って、よく考えたら原宿界隈の人たちって結構さ、美容師さん会ったりはしてたじゃん、はい、でもなんかなんでこんな定期的に会ってたんだろうって今でも思うけどよなんでなんだろうなと思って。まあそうですね、他の美容師さんの中ではやっぱり坂井元樹さんが一番あったかもしれないですね。しかも売ってるもの違うのにいや違って売って、まあでもブリーチっていうのは一緒だったんですけど、まあ、カラーが好きで、まあ、カラーについて突き詰めていきたいっていうのはお互い一緒だったし、そうそう、そこの熱量が一緒だったから、あ、多分そうだ、そうだね。結局フリーランスの相談を受けてたけども、結局話す会話はカラーの会話だけで、カラーの会話もそうそうそう、解決せずに終わるっていうメインの相談が。でも逆になんかバレイヤー中ハイライト、彼はその時ハイライトをしてて、あ、僕はハイライトとか全然やってなかったし、でその中でこうやっぱ選定とか考え方が全然やっぱり彼とはまた全然違った、同じカラーでもやっぱり違ってたんで、それが面白くて、まあ僕が新しいこと言って彼も言ってくれて、でなんか情報交換みたいな日があったりとか、一つ一つ会話があれでしたよね、新鮮でしたよね。同じカラーを追求してるのになんか全く違う内容ですもんね。でも、あ、なるほど、そうなんだっていうのがあって、なんかちょっと自分もちょっとやって、じゃあこれ使ってみようかなとか、そんないいんすかみたいな感じので、なんかそういう感じでなんか分かんないけど居心地が良かったんで、まあ、まさかその時はね一緒にやるっていうのは全く考えなかった多分その時は僕の方が集客してたんだよね、全然予約入んないっすわみたいなことを言ってて、僕はそこまでフォロワーも多くなかった、あの時ね5000とかだったっけ、だよねだよね大きい会社の方が、お話をいただいて、僕一緒にやりたいっていただきました。まあよくある話だと思うんですけど、あんまり僕は乗り気ではなかったんですけど、そうしたらなんか西村さんと一緒にどうですかって言われて、えって、でもなんかその会社的には西村っていうのはどっちかというとこう意外と保守的な考えで、俺は出ていきたいタイプだから、そのバランスがすごい合うんじゃないかっていう話をして、あ、まあ確かに、でも僕はもう前からちょっと軽く西村に一緒にやれたら楽しいかもねみたいなこと言ったけど、俺は嫌っすわってで断られてたんですよ。ややジャブはもらってたんですけど、いや、なんか別に本気で、いや絶対一緒にやろうっていうのは言わなかったけど、いや俺はいいっすわ、なんかフリーランスの味を覚えちゃってる感じ。そうですね、そうですね、間違いない。もう自由な時間と、なんか自分の技術に打ち込める、一人のお客さんにこだわって作れるっていうのがその時やりたかったことだったんで、そうそうそう、大丈夫っすって断ってました言われてたな。専属のアシスタントをもともと雇っていて、でやっぱりもうフリーランスの場所だと練習する場所がなかったりとか、まあいろいろとまあ都合が悪い、好きな薬剤取ってでも置いとく場所がないとか、まあお店できたら絶対にあの薬剤とかももう頼めるだけ取って、使いたいやつ絶対使えるようなお店にしたかったっていうのと、まあ練習とかアシスタントの子がいつでもお客さんとかできるような環境があったらなってもともとフリーランスの時に思ってたんで、お店ができてそれが一番、まあ、下の子たちが技術に打ち込める場所ができたのが良かったかなって思います。どうなのって思われるかもしれないですけど、自分たちがやりたいことができずに美容師やってるってのってなんか僕は嫌だなって前から思ってたんで、フリーランスの時になんか頼みたいものを頼めてすごい楽しかったんですよね。多分彼もそうだったと思うんですけど、これが
経営したことによって、薬剤を使えるものが限定されたりとか、新しいものあっても頼めないとか、頼みたいのに、なんかそれってなんか違うなって思って、なんかそこら辺のなんかあれは一緒だったから、逆にこれでね、どっちかがもう本当に経営者気質でもう何パーまで抑えなきゃで、これは頼んじゃダメとか、いやもうこれでいいじゃんとか、どっちかがそういう固い考えだったら多分めっちゃ多分ダメだったと思う、うん、でもそこが一緒だったし、まあ、単純にやっぱ酒井さんの配合とかは僕は今まで知らなかったし、あのその配合でどう色が出てるかっていうのはやっぱ肉眼では見てなかったんですよ。まあ、間近に見てもうそのままパクって、僕も逆にあの彼が使ってたカラー剤がやっぱ自分のとこに導入されたんで、もうカラーの話しかしたくないこれ大丈夫スタッフもどっちも見れるから、だからすごい技術の進歩が高く早いから、そうですね、下の子の成長がめちゃくちゃ早い、著しく上がったって感じですね。勝手に上手くなったよね。2人足した感じの人が増えるって感じですね。下の子はインスタグラムを見出したっていうのが原点ですかね。もうお店の中だったらいろんなカラーやってるし、まだうまい方かなとか思ってたんですよ。インスタを見て他の人の作品とかを見るようになって、めちゃくちゃ下手だなと思ってやっぱりもう世の中うまい人ここまで溢れてたんだっていうのがあって、でも前のお店だったらやっぱり回転させないとダメとかのあったり、薬剤とかもやっぱ制限があったりとかで、使いたい薬剤自分で買うしかなかったりとかがあったんで、その状況でいろいろお客さんに試して、まあ、勉強ならないなと思ったんで、僕はそこのお店を辞めてフリーランスであの基礎から学ぼうと思って、もう全部独学ですけど、まあ、1対1でやれば自分の塗り方でこう塗ってこう仕上がったとかが全て分かるんで、もう売り上げとかは全部捨てて原宿でスタートして、まあ、そっから追求していってハマった感じですね。まあ、未だにまだゴールはしてないです。もともと僕はあのカットとかパーマの売りだったんですよ。縮毛矯正とかもすごい自信を持ってたタイプだったんですけど、こうインスタをやり始めてから、まあ、その方たちがどうのこうのっていうのはちょっと置いておき、やっぱカラーが一番映えるなって僕は思ってしまったんですよね。カラーができないことが多くて、そのブリーチがたまにお客さんとして来た時に、これどうやって出すんだろうって、なんか作るところでちょっと会議というか、なんかこれどうやったらこれでこの色になるの、これまずなんだ、どれぐらいまで抜けばいいのみたいな、そういうイメージが全然ないとは思うんですけど、僕に対して。でも本当にスタイリストになってから勉強し始めたんで、もうブリーチ技術も分かんないし、どのブリーチがいいかも分かんなかったし、もう一から勉強して何がいいのかとか全く触れずにやってきたんで、ブリーチなしのカラーばっかり売ってたから、ブリーチありのカラーを やるようになって、もうなんかアシスタントの時のような、なんかこう、あ、こうやるとこうなんだ、こうやるとこうなんだっていうのが、こうゼロからスタートがすごい楽しくて、あ、これできるようになった、でもこれはどうやって作るんだろうっていう日々が続いてって、その積み重ねで、まあ、練習してって新しいことが今でもあるんですけど、それが楽しくて今もずっとやってるって感じですかね。まだ未だに、まあ、もう質感とか放置時間、置き方などなんかもうなんか詰めれるところがもう課題しかないものばかりなんで、まだまだだなって思うことがいつもある。あと、まあ、葛藤もありますよね、その営業中、まあ、そういうのがやっぱこう日々、まあ、前々からあって、で今も現在もそうなんで、それが楽しいですからね。僕は教えないです、基本的に。見ててしか言わないっていうのがあって、まあなんかまあ、いろんな教え方あると思うんですけど、もう僕がやってることは見てもらった方が一番早いことが多かったりするんで、言葉よりもとりあえず一回見てって、分かんなかったら聞いてって言ってます。見たことに対してっていうのが本当に多いですね。基礎的なことしか言わないかもです。刷毛の持ち方、テールの抜き方、テンションのかけ方とか、そこばっかり言いますね。そうなんですかね。じゃあ僕やっぱり一日でも早く上手くなってほしいって思ってたんで、あの接客についても僕が気になったことは全然怒んないタイプなんですけど、いやあれはあんまり良くないと思うよっていうのは結構基礎的な接客のことに関してはよく言うようにしてて、まあ技術に関してはあのフリーランスの時はもう日々言ってましたね。なんであの選定やったのか、なんでこれぐらいの時間を置いてるのか、これ毎日違うから意味が分かんないと一緒に塗ってたのもなんでってなっちゃうんで、今自分がハマってるやり方、昨日こういうこと言ってたのに今日なんでこれ言ってんのみたいな。でもちゃんとそれは伝えないと
やっぱり課題点が毎日見つかってて、やっぱり次の日にもう変えるんですよね。もう絶対これが完璧だっていうのがなくて、じゃあ完璧に作れたら、じゃあこれもうちょっとこう短縮ができないかなとかいうことを考えるんですよ。っていうことをやってると変えることしかないというか、まあ、皆さんがどこをゴールにするかでマニュアル化していくとは思うんですけど、まだまだ数年かかるなって思ってます。でも逆に言えば下の子も引き出しになるんで、ゴールを伝えてしまうとこれはこういうもんだみたいになっちゃうところが、僕らもそういう感じでやってるから、多分下の子もそういうスタンスになってくると思うんですよね。それってすごく美容師にとっていいことだと思うんで、まあ、正解みたいな感じの言い方をしない方がいいのかなっていうのは僕の教育論かもしれないです。そう、これ生もっと可愛いんですって。それってどうなのって俺思ってて、一時期今も今もですよ。今もちょっとだけ前向いてもらって違うみたいな。完全に中国うまいね。アジア圏で抜群に